マットラブはアメリカ合衆国のマスワックス社が開発している数値解析ソフトウェアであり、その中で使うプログラミング言語の名称でもある。マットラブは数値線形代数、関数とデータの可視化、アルゴリズム開発、グラフィカルインターフェースや他言語とのインターフェースの機能を有している。マットラブは主に数値計算を扱うことができるが、 追加のオプションシンボリックマスツールボックスを使うことで、数式処理の能力を得ることができる。2019年時点でマットラブのユーザー数は400万人を超えており、10万以上の企業、政府、大学で、工学、理学、経済学など幅広い分野に利用されている。マットラブは、メイトリックスラブラトリを略したものであり、行列計算、ベクトル演算、 グラフ化や3次元表示などの豊富なライブラリを持ったインタープリタ形式の高性能なテクニカルコンピューティング言語環境としての機能を持つ。標準で数多くのライブラリを有しているがそれ以上のデータ解析や統計、アプリケーション展開などが必要な場合にはツールボックスと呼ばれる拡張パッケージをインストールすることでマットラブの機能拡張を図ることができる。 マットラブとツールボックスは総合して、マットラブプロダクトファミリーと呼ばれる。マットラブを用いると、C 言語やフォートランといった、従来のプログラミング言語よりも、短時間で簡単に科学技術計算を行うことが、できる。類似フリーウェアに、サイラブ、GNU オクターブ、フリーマットなどがある。また、iPhone、iPod、Android で動作するアプリ、マットラブモバイルがある。 ウェブブラウザで動作するマットラブオンラインも提供されている。マットラブで使われるデータ型には数値型や文字列型、時刻、日付、構造体、セル配列、テーブル、カテゴリカル配列などがある。数値型は INT64 型、シングル型、ダブル型などに、文字列型はチャー型やストリング型にそれぞれ細分化される。メイトリックスラブラトリの略であるマットラブは、 1970年代後半、後に、ニューメキシコ大学コンピュータ科学学科長となるクリーブ、モラーによって開発された。彼は、学生がフォートランを学ぶことなく、リンパックやアイスパックにアクセスできるようにこのソフトを設計した。これはすぐに、他の大学に広まって行き、応用数学コミュニティの間で話題となった。エンジニアであるジョン・エヌ・リトルが1983年にも、 ラーを訪ねた際に、これを見せられてその商用的可能性に気づいた。彼らは、マットラブを C 言語で書き直し、開発を継続させるために、マスワークス社を1984年に設立した。これらの書き直されたライブラリーは愛情を込めて、ジャックパックとして知られていた。マットラブははじめリトルの専門分野である、制御工学で採用されたが、すぐに、 他の分野へと広まっていった。現在では教育にも使用され、特に線形台数、数値線形台数や数値解析の講義に使用される。マットラブ R2008A よりインストールの際にインターネットを通じたライセンス認証を導入した。1988年より日本での販売展開はサイバネットシステム株式会社が代理店業務を行っていた。しかし、 2009年7月1日から販売代理店業務がマスワークスジャパンに移管された。毎年11月から12月にサイバネットシステムがマットラブエキスポを開催していたが上記の移管により2009年からはマスワークスジャパンがその開催を主催する。近年では会場として東京都港区台場地区のホテルグランパシフィック l イ ダイバにて開催されている。その規模は、マットラブユーザーカンファレンスとしては、世界最大の規模を誇り、1日の来場者は2000人を超える。単一ツールとしてのカンファレンスとしても他に類を見ないほどの規模である。R2006R 以降、マスワークス社は、マットラブプロダクトファミリーのリリースを3月と9月の年に改定期的に行っている。バージョン名の付け方は、 3月もしくは4月のリリースは、西暦 A、9月もしくは10月のリリースは、西暦 B である。自分が使用しているマットラブプロダクトファミリーのバージョンを確かめる場合、コマンドウィンドウ上でバージョンコマンドを使用すればよい。これによって、現在使用しているマットラブプロダクトファミリーのバージョン、ライセンスナンバー、簡単なパソコンの状況、インストールされている。 トゥーロックスとブロックセットおよびシミュアリンクの一覧とバージョンが表示される。マットラブの M コードは主に値指向である。Java や C といった性的型付けされる言語とは異なり、PHP や JavaScript と同様に変数自体は型を持たず、実行時に代入される値のみが型を持つ。変数は代入演算子イコールで定義される。例として、X イコール17。 は、X という名の変数を定義すると同時に、その値に17という定数を代入した。型宣言はしていないがダブルがあったとして扱われる。この例のような即値のほか、文字列定数、他の変数の値、または関数の出力を代入することができる。マットラブは、マトリックスラボラトリーであるので、様々な次元の配列を作成するための多くの便利な方法を用意している。 他のプログラミング言語では一次元の行列を一般的に配列として表現し、NM、NML のような多次元行列は配列の配列、配列の配列の配列として扱うが、マットラブでは区別なく多次元配列として表現するため、前者を特にベクトルと呼び分けている。マットラブには簡単な配列を定義する単純な構文がある。下、増加値。 終端がそれである。例えば、アレイイコール1、2、9。アレイコール、1、3、5、7、9。は、アレイという名の変数を定義し、これは1、3、5、7、9という数値からなる配列である。すなわち、配列は1から始まり、それぞれの値は一つ前の値よりに増加し、9以下に到達した時点で終了する。 次の例のような第二文分により、すでに存在する変数アレイの値を変更できる。要素数も変更される。アレイイコール1、3、9。アレイイコール、1、4、7。増価値に値を使用する場合は、公文から省略することができる。アリイコール1、5。アリイコール、1、2、3、4、5。これは1、2、3、4。 5という数値からなる配列である変数ありを定義する。これは増加値に初期値である位置が使用されたためである。セミコロンは Java や C などとは違い、コマンドの終わりは開業するだけでよく、セミコロンをつける必要はない。その代わり、セミコロンをつけると各項からの出力を抑えることができる。セミコロンを行末につけなければ、 標準出力に実行結果が表示される。実行結果の表示の必要な複数のコマンドを開業せずに表現する場合はガンマを使用する。逆に一つのコマンドを複数行にまたがって記述する場合は次の行へ続くことを意味するを行末につける必要がある。MatLab はオブジェクト指向プログラミングをサポートしている。しかし、シンタックスと呼び出し規約が 多言語と大きく異なる。マットラブは値参照と参照クラスを用意しています。メソッドを呼ぶ方法の一例です。オブジェクト、メソッド。オブジェクトがクラスのインスタンスであれば、オブジェクトのメンバーを選択することで、メソッドを呼ぶことができます。クラスで不ハロー。メ e ッド、o ァンクショングリート、ディスプ、t Disp。エンド d ハロー、M 名のファイルを配置した後、次のコマンドを実行します。X イコールハロー、X グリート、ハロー、マジック、M から引用した以下のコードは奇数値 N の魔法陣、M を作成する。J、I、イコールメッシュグレット、A イコールモッド、2、N、B イコールモッド、M イコール NAB1。このコードは、フォーループを使用することなく、 ベクトルや行列の操作を行っているということに注意するべきである。汎用的に、マットラブ言語は普通配列全体を同時に処理する。上記メッシュグレットユーティリティ機能は以下のような配列を作成する。j="123?123?123?i="111?222?333? イコール、イコール、 多くのスカラー関数は配列に使用することができ、配列の要素ごとに並行して作用する。そのため、MOD は配列 J22 をスカラー的に乗算した後、要素ごとに N の乗用を計算する。マットラブには標準的な方やホワイルが実装されているが、マットラブのベクトル式記法を使用する方がしばしば高度の可読性を上げ、実行速度を速くする。 ありがとうございます。